中原定三郎中原定三郎から1927年12月4日は、明治から大正時代の土木技術者、農商無技師、内無技師、東官府技師。中原隆作の三男として、総国区画軍岩国城にて生まれ、1891年7月、家督を継ぐ。1882年7月、旧東京大学理学部卒業。 翌月、陸軍省御用係となり、参謀本部測量課に配属される。陸軍技師、陸軍部測量班長心得を経て、1886年陸軍五等技師に進み、1888年より、帝国大学工科大学講師を兼任し、戦前の陸測地図の基礎を固めた。1891年熊本県四等技師を経て、 土木監督署技師となり、1898年1月、内務省、第七区土木監督所長を発令される。ついで、農商務省技師、内務技師を経て、1906年総管府技師兼道府、鉄道管理局技師に転じ朝鮮各地の道路整備に関与する。後、再び内務技師となり、大阪市技師、1911年、 大阪土木出張所所長を歴任し、欧米出張を経て、1913年東京大、一度木出張所所長となり、ト根川、渡瀬川、荒川改修工事に尽力した、1924年大官。1915年工学博士、ありがとうございます。